今年4月から有名私大の法学部に進学した芦田愛菜さんが、7月から放送予定の日本テレビ系3年 B 組で7年ぶりに民放の連続ドラマに出演するそうです。芸能事務所関係者。写真、有名大学の付属校に通う芦田愛菜のリアル制服姿。芦田愛菜、連ドラ出演か。芦田は母親の勧めで3歳から芸能活動を開始。6歳の時に、マルモの掟、フジテレビ系に出演し、その可愛らしさで大ブレイク。以降は演技力の高い子役として活動していた。17年に中学入学を境に、学業を優先し仕事をセーブ。将来の夢を病理医と語っていたこともあり、一時は、このまま医学部に進学して、芸能界からフェードアウトするのでは、と噂されていました。スポーツ指揮者。これまでの噂を払拭する芦田の民放連ドラ出演。出演予定の3年 B 組、タイトルは仮は19年に菅田将暉が主演を務め、最高視聴率 15.4% の人気ドラマ、3年 A 組今から皆さんは、人質です、日テレ系の続編だという。3年 A 組は菅田さん演じる教師が、卒業を間近に控えた担任クラスの生徒29人を監禁。過去にクラス内で起きた生徒の死の真相を問い詰めるという学園サスペンスです。演者の迫真の演技や手に汗握るストーリー展開が話題を呼び、その年の優れたドラマに贈られる東京ドラマアワードの連続ドラマ部門グランプリに輝きました。3年 B 組の主演は松岡茉優さんが務め、芦田さん以外にも加藤清史郎さんや當真あみさん、窪塚愛流さんも出演する予定で、豪華なキャストからも好評を得た前作をしのぐ気概を感じます。制作会社関係者。3年 D 組、出演を日本テレビに確認すると、芦田の3年 D 組、出演について日本テレビ側にも確認すると、番組の制作過程はお答えしておりません、と否定はしなかった。このドラマ出演を機会に芦田の芸能活動は加速しそうだ。彼女は3年 D 組以外にも、今年8月には日本テレビ系チャリティー特番24時間テレビのパーソナリティを務める予定で、その先の連ドラや映画のオファーも前向きに検討しているようです。どう？制作会社関係者。西武期間中だった22年もソフトバンクやサントリーなど多数の CM に出演し、年間 CM 女王に輝くなどタレントパワーは健在の芦田。この本格再始動に芸能関係者も注目している。芦田さんが大人の女性に成長した姿で活躍するのは誰もが見たいところ。加えて現在の彼女は高学歴という武器も手に入れ、まさに才色兼備。今後の芦田さんは女優業はもちろん、報道の分野やコメンテーターとしても活躍が期待され、芸能界のトップに駆け上がるポテンシャルを秘めていると思います。どう？制作会社関係者。天才子役で知られた芦田が、大女優への一歩を踏み出したのかもしれない。